はい、おはようございます。ラスカルでございます。ということで本日はですね、もう僕の目の前にラーメン来ておりますので、早々とオープニングを済ませようかなと思いますけれども、本日はですね、こちら埼玉県の久喜にございますラーメンショップモンドさんというお店さんに来ております。こちらのお店さんはですね、屋号通りラーメンショップさんなんですけれども、僕がねちょっといろんな人の動画であったりとか、まあいろいろ見て食べたいなと思って、今日ね本当にね念願の一杯でございます。やっぱこういったねラーメンショップさんのラーメンは伸びちゃうといけませんので、もうとりあえずいろいろと説明は後ほどするとして、早速いただきます。こちらのモンドさんね、ラーメンとつけ麺の2種類の販売なんですけれども、今回は一番の特製ですね、ネギメンマチャーシュー麺を大で注文されますけれども、うわこれ絶対うまいね、このスープうまっ、めちゃくちゃうん、ちょっと待って、いろいろ説明しなきゃいけないのに止まんないわ。もう出来たての麺行ってから説明しよう。ラーメンショップさんは特にね、出来たて茹でたてが一番うまいから。うわ、あーめちゃくちゃうまいどうしよう、すっごいうまいな。もう名物ネギ絡めて、うわーやばうまっ。やっぱこのラーメンショップさんといえば、入れた瞬間の初速がいいね、一瞬でうまいもん、うん、チャーシューうまっ、柔らかくてほろほろ、脂もいいわこれ。そしたらこちらね、合わせていただいてるネギ丼ですよ。うまい、ラーメンマいいな。でこのラーメンショップさんのいい味に麺は合う、うん、米もうまいし、ダメだ、ちょっとこのまんまだと全部食っちゃうんで、卓上の方にはですね結構調味料多いんですよ。ですのでなくなる前に、ひとまずラーメンにはこちらのねブラックペッパーですね。いやこれはね絶対合う。せっかくなんでご飯物にはこれコチュジャン、唐辛子かな、そういったものをネギ丼にね、うーわーあー今日来てよかった、すげえ幸せ。これは黙々と食っちゃうな、
ごちそうさまでした。今日の撮影なんですけど、オープンにねお邪魔させていただいたんですよ。11時オープンの今11時20分ぐらいだけど、お客様満席。やっぱ人気店なんだね。今ね一杯食べたところで言うと、旨味がとにかく強い。やっぱねこの一杯が食べたくなる気持ちものすごくわかるわ。ほんとね、僕もラーメンショップさん好きなんですけど、撮影では結構ご無沙汰かな。今日マジで来てよかった。ありがとうございます。ありがとうございます。いただきます。ということで、本日はですね、こちら2杯目、つけ麺ということで、もちろん、こちらもメニュー表の中で言うと、もう一番下のフルトッピングですね。やっぱりね、この白飯は欠かせませんので、本日ね、このつけ麺とセットでいただきます。ひとまずはやっぱりこの、締めた麺からかな。またこの締めた麺が絶対うまいのよね。もうめっちゃうまいわ。やっぱネギトッピングするとこの味ネギだけで麺食えるな。ネギ独特のさ、うまみ、あとごま油の風味かな。もうこれだけで麺食える。うまっ。でもさすがにこれ以上食べちゃうと麺なくなっちゃうんで、漬け汁いきますか。またこの漬け汁ですよ。うわぁ、背脂と醤油効いてそう。もうすっごいうまっ。うんま、漬け麺。ラーメンとまた違ってほんのりお酢というかね、酸味が効いてる。うまいね。これ多分ちょっと無限に食えるな。やばいな、これまた味変せずに全部終わっちゃうな。ちょっとやっていかないと。ではちょっとね、このつけ麺の方の味変として、よし、卓上のこちらね、ニンニク和えつつ辛みを足したいんで、これね唐辛子を追加で。あー香りめっちゃいい。やべ、めっちゃ米味になった。やっぱラーメンショップさんってすげえ米泥棒だな。
そしたら本日こちらの卵が最後の一口ですね。はい、ということでですね、本日はこちらラーメンショップモンドさんで美味しいラーメンとつけ麺いただきました。今回はですね、一番大サイズかつトッピングをすべて増したねメニューをいただきましたけれども、最高です。今回もですね、オープン直後に入店させていただきましたけれども、もうすでに満席どころか外待ち状態でして、ちょっとねお店の方ともお話しさせていただいたんですけれども、もう本当に1日に何百杯も、出るということで、本当に人気店でございます。とは言ってもですね、席も多いですし、とにかくお店の方のラーメン作る速度が早いので、まあ、混んでてもですね回転率も早く、そんなに待たずにね食べられるかなと思います。こちらですね、埼玉県屈指の人気店となっておりますので、気になる方はぜひですね、こちらラーメンショップモンドさんの美味しいラーメン、そしてつけ麺食べに来てみてください。はい、ということで本日もご視聴ありがとうございました。この動画だと思ったらチャンネル登録、コメント、高評価お願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。ごちそうさまでした。